アムステルダムでのライブにて、イアン・スティーブン・マッカロクは、イギリス・リバプール出身のミュージシャン。ロックバンドエコーザ・バニーメンのボーカリストとして知られる。ソロのシンガーソングライターとしても活躍。九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第83位。クルーシャル3としての活動を1977年に開始。 ティアドロップエクスプローズのジュリアン・コープなども在籍していたが、翌年9月に解散。10月にギタリストのウィル・サージェント、ベーシストのレス・パティンソンらと共に、エコーザ・バニーメンを結成。当初ドラマーはおらず、エコーと名付けられたドラムマシーンを使用していたが、1979年10月にピート・デ・フレータスをドラマーとして募り、 翌1980年7月にファーストアルバム、クロコダイルズでデビューを果たす。1988年に、エコーザ・バニーメンを脱退。ソロアーティストとして活動を開始。翌1989年9月に、ファーストソロアルバム、キャンドルランドを発売。全英18位を記録。1992年3月にセカンドソロ、ミステリオを発売。全英46位。 1994年にウィル・サージェントラと新バンドエレクトラフィクションを結成。翌年9月に唯一のアルバムバンドをリリースし、全英38位を記録。1996年に解散。1997年にエコーザ・バニーメンの活動を再開。同年7月にアルバムエバーグリーンを発売。 現在まで活動を継続させており、2009年に11枚目のアルバムザ・ファウンテーンを発売。2017年4月14日、日本公演を行う予定が、米国と北朝鮮が武力衝突するというニュースを聞き、マネージャーと共に無許可で日本を出国したため中止となった。ルーリード、イギーポップ。 ドアーズ、スティービー・ワンダー、レナード・コーエン、そしてとりわけ、デビッド・ボーイなどからの影響を公言。レナード・コーエンの曲、スザンヌを完璧な歌詞と完璧なメロディと称賛している。デビッド・ボーイに関してはかねてより噂されていた重病説を信じ込み、彼が亡くなるものだと思い、メアンド、デビッド・ボーイと題されたトリビュートソングを書き上げたものの、2013年に突如、 活動再開し、ニューアルバムが発売されるなど、現役復帰のニュースを聞いた際には、大変驚いたという。ありがとうございます。